続きましてこの2つの工具を使ってビビを外したいと思います。はめたら、これをカポってはめてやります。カポって。で、こっち側の BB が抜けるので、こっち来てください。叩くんで下にボトッと落ちると思います。いきます。で、できてる？あまり動いてないね。力が逃げてるんだよな。言ってること分かる？分かる。え？分かる。浮いてるから。うん。ちょっと下に置いて叩きます。取れた？抜けた。だね。やっぱ浮かすと力が逃げるんだわ。しっかりまっすぐはめて、まっすぐはめて、ここで よく見える？こんなんなってるね。叩く式は怖いね。見てください、皆さん。これ。これはリアディレイラーのワイヤーが通ってるんですけど、剥き出しっすね。これはビビ入れづれえな。これ引っかかりそう。ちょっとし考えなのか。企画が大事ね。しゃあ、はい、今耳が抜けました。あまり真似はしないでください。危ない。 BB は整備士に任せた方がいいと思います、はい、っていうのがやってみた感想ですか。緩まないような液体がついてたと思われるこの硬さ、恐ろしいや。カーボンはなんともないですね。はい、今日は2日目になります。準備が整いました。整いました。今日、自分の働いてるお店でこういった工具を買ってきまして、BB ツールですね、今日は。で、これをですね、これがここの溝が切ってあるんですけど、こうはまるわけですよ。で、こっから30から50ニュートンギュッて締め込むっていう作業をしたいと思います。まずしっかり拭き取ってやります。なるべくその接触部分には異物とかホコリとか使わないようにしましょう。ティッシュとかでやらない方がいいです、これは。要は毛羽立ちがないタイプの布とかペーパーを使うといいです。で、そうですね、ジュラグリスを
これウレタン手袋なんですけど、すごいツルツルで、直接指に取って、これジュラグリス、ね、をまずこの接触部にドバッと、もういいぐらいでいいと思う。で、反対側もドバッと塗ってやって、でさらにここね。普通のグリスと何が違うの？普通のグリスと何が違う？デュラーエースのグレードのグリスはまあ万能で何でも使えます。だけどその BB とかによって、いやまあメーカーって言えばいいのかな、メーカーによって推奨しているあのグリスとかはあるんですよ。まあけどデュラグリスはもう万能で何でも使えるっていう感じかな。こう一応右と左あるんでね、こうネジ式のパワースリーブで、ネジ部にはもともとグリスしっかり塗ってあるんで、今回塗らんすけど、ここね塗ったるけどさらに塗る、潰れたら終わるからね。でギットギト、すっげーギットギトで、右だから右側こっち入れてやって、B のドライブ側に、うん、ドライブ側に長い方で、こっちが左、そうこっち持ってきて上からギトギトなんで申し訳ないです。でゆっくり締め込む、手でね、まずは手で締め込んでやると、ガスケットリングが変形することによってがっちり固定されます。変形？そう、ゴムみたいなやつがこのフレームの形状に合わせて変形してしっかり固定されるようです。この杉野っていうやつは、まあ、この状態で締め付けてもいいんですけど、どうしましょうか。いきます。ゆっくりゆっくり締めてます。注意点だけ言うね、こうグッグッってするとダメです、うん、工具が舐めたりとか、ゆっくり、うん、30から50ニュートンで締めます。どんぐらいかっていうと、ペダルの取り付けと一緒ぐらいかな。待って、ね、ここからちょっと硬くなってくるので、こういうやり方の方がいいかもしれない。きた。きた。よし。で、まあこれとで、この脱落防止ピン下ろして、とりあえずこれねつけようか。
今、うん、取り付けたんやけど、うん、異音が発生します、うん、で、おそらく左クランクと BB の金属部分の音だと思うんだけど、今ね、ほら、わかる？シュッ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 。だから一回せっかくつけたんだけど、ちょっと外しますね。リング必須。検証結果。音鳴らなくなった。リング必須でした。この微妙な隙間よ、ここの。こんなん。うまよ。まあ、若干、ただ馴染みがね、ちょっとグリスの。こっちは大丈夫だよな。スペーサーは1個なの。スペーサーは1個。で、そっち側につけるの。そうそうそう。ここは塗りすぎよ。何が正解か教えて。うん。回ってるんか分からんよね、みんな分からんよね、これが回ってるかなんて。皆さんペダルをね、最初に外しときましょう。ちょっと気持ちが焦っちゃって取り忘れたんで。大事件やったな。大事件やったわ。やろう。特にこのクランク、あ、ドライブトレイン側やばかったね。歯が一回事故ったよな。一回事故るから、こうやって挟んでこうして、ここ指定にするじゃないですか。もう参考までに、ちょっと動画ないので、こうしてこう、うん、外し方は、うんうん、大騒ぎやったよ。大騒ぎよ。動画にせよかったね、これ。結構いい外し方だと思う。最初こうしたり、こうしたり、いろいろ考えて、結局これだわ。こうして、こうっすよ、皆さん。間違えた。こう、うん、言ったら外れやすい。汗だくよ。汗だくよ、もう。マジで。ね、何なんだ。よし、オッケー、入りました。終わり。はい、これで作業終わりです。どう？うん、まあ見た目はやっぱりかっこいいよね。なんかどっしりしたね、急にここスカスカの、なんていうの、うんやつからなんかゴツってなったかも。雰囲気が変わった。そう、ガラッと変わる、ここ変えると。やっぱ中心部やね、この。そうそうそう。で、見えないんですけど、上から見るとそのブルーメタリックというか、ネイビーというか、杉野の BB が見えるって感じですね。はい、本日の動画は以上となります。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。